やっぱりショックだ、あの抜き打ちテスト。宇佐美さん、点数悪かったっけ？確か時間を、いやチームだ、2000。私がいたとこは土曜日まで勉強なかったし。土曜が休みなんて素敵な学校。美和子も誇れる点数じゃなかったよね。はいいじゃない。前の日復習するつもりがテレビ見ちゃってて。小テスト多いし結構厳しいよね。こっちはもっとおおらかだと思ってた。うさみちゃんが行ってた学校ってうちとは随分違ったんだね。いや同じというか似たような学校なんだけどね。こんな気分の時はがっつり食べたい。あ、うん。あっちのパン屋でさ、美味しいホットドッグ売ってるんだよね。そういう話なら、はあ、私は肉まんでもいいな。ほほう、いっそ両方言っとくか。やっぱりショックだ、あの抜き打ちテスト。うさみちゃん点数悪かったっけ？私がいたとこは土曜日まで勉強なかったし。土曜が休みなんて素敵な学校。美和子も誇れる点数じゃなかったよね。もう点数の話はいいじゃない。小テスト多いし結構厳しいよね。こっちはもっとおおらかだと思ってた。うさみちゃんが行ってた学校ってうちとは随分違ったんだね。いや同じというか似たような学校なんだけどね。こんな気分の時はか、あ、おいしいホット。そう、いおりはどっち？え、やっぱホットドッグでしょ。パンはどっちの意見？肉まん？ホットドッグ？ほんのり甘いパンに熱々の。どっちの意見？肉まん？ホットドッグ。おいしいよね、肉まん。今日は肌寒か、肉まんがいいかな。ま、いい。惣菜屋の肉まん大きい。ほかほかよ。ではでは一口。はあ、口の中に熱々の肉汁が。外側すっごくもっちりふわふわ。すごい弾力。の時はこれ2つ買って、胸に入れれば森村並みのサイズに。真面目に検討しちゃうか。
やけどしちゃうよ。そうそう、美和子のテレビで思い出したんだけど、この前の夜変な番組やっててさ、探検隊シリーズ、何なのよあれ。あれね、最後まで見たんだけど結局は何も解決してないのよね。いつもとおらしいよ美和子。クラスの男子、私今のかよ。最近はぼかなり、あ、うさみちゃん、そうだね。どんな歌、どうせもし、うん、歯切れ悪い、まだな、え、なんだ、なんするよね。こんな気分の時はいおり、え、おいしいよね、肉、ホットドッグ、こう、うさみちゃん、ホットドッグ食べ、よし。おしゃれなパン屋だよね。こじゃれてるでしょ。温かいうちに食べちゃおっと。私も。はん。うん。ピリッとくるソースなん？チリソースね。おいしい。チリソ、まさに大人の、うさみちゃん、口の周りチリソース、相変わらずね、大丈夫、うん、何、ほら、いおりちゃん、りく、たまたま私も一緒に保健室行った。そういえば言ってたね。本当にびっくりしたん、保健室まで心配、あのゴートセ、お姫様抱っこで運ばれた、もうびっくりしたのはそっち。あの日か、彼が気になってし、夢だ。掃き掃除おしまい。どうしたの？開かないんだ。ゴート先輩が準備室の鍵がないみたい。それは困ったわね。標本や器具を買って、もう置いておこうよ。そうはいかないわ。よし、鍵を職員室に取り、比べくんは教室に戻って、あとはやっておくか。なんか悪い。いいから、お疲れ様。冬坂さん、同級、まるでお姉さんみたいな口。こっちの校舎はこの時間寂しくてちょっと気味が悪い。あ、開いた。これで片付けられる。誰？クラベ君？わかった。驚かそうとしてるんでしょう。もうからかうの、隠れてるなら出てきてよ。何こ、誰もいない、光ってる、何なの。気がついたようね、いおりちゃん、よかった。美和ちゃん、いおりちゃん倒れてたのよ。貧血ね。
気分はどう？大丈夫かい？先輩、あれ起きちゃダメじゃない。まだ寝てなさい。私、ゴート先輩が見つけて運んでくれたのよ。先輩が？あの、はい、先輩も言ったんですか？何の話かわからないが、君は理科室に倒れていたんだ。え？理科室に？理科室に四角いのがチカチカって光ってませんでした？いや、そんなものはなかったよ。どうやら夢を見ていた。夢？どうや夢を。私、あそ夢で見た未来の廃墟に。また違うの、実際に行った。落ち着いて。夢を見た。夢？あれは夢なんかじゃない。彼がいたの。いたのよ、あの場所に。イオリちゃん。するなよ。な、それ鉄砲本物？お前は誰だ？私は冬坂伊織です。それは知ってる。え、なんで私を？誰の指示でここへ来た？誰って、理科室で光ったと思ったらこんな場所で。ここがどこなのか本当にわからないのか？ここは明日橋だ。年代は2065年だがな。未来？まさか。ゲートが反応したということは15人の一人に違いない。そして閉鎖されたゲートが解除された。解除できるのは森村の ID だけだ。やはり冬坂伊織が本物の森村千尋。森村って先生のこと？もしかして街を壊したのは。この距離なら問題ない。あれはダイモスだ。怪獣映画の似たような化け物だが、あいつは機械だ。あれが無数に現れてこの世界を終わらせた。私たちの町にも。どういうことだ？よく知ってるじゃないか。違うの、夢で見たの。夢？ビルを壊しながら近づいてきたあの怪物から逃げる夢。他の夢でも怪物のことを言ってた。夢じゃなかったんだわ。
近不思議な夢ばかりで、これはもしかして予知夢じゃないかなって思ってたの。他にどんな夢を見たんだ？どんな夢を？街が壊された後、地下に降りて UFO を見る夢とか、私だけ過去に逃れたりする。あれも本当のことなの？森村の言っていた話と同じだ。夢か。あなたは一体？待て、あの音。ドローンだ。まずい。見つかった。仕方がない、一緒に来い。関ヶ原は逃げたな。八番騎兵はあった？ええ、ダイモスの制御下に取り込まれていました。自律型を指示だけで操るのは危険ね。八番は直接操作に戻して使うわ。停止させておいて。他にも思わぬおまけが。関ヶ原 A がいました。彼がこのセクターに？逃げられましたが。そしてもう一人見えますか？セクター4の学生です。奴が連れてきたのでしょうか。彼女は見覚えがある。確か如月の同級生だ。ともかく連れて戻って。16、今度は逃がさないわ。君か。いや、君は16、何も知らない。残念だよ。私とあなたに何があったの？君と俺は愛し合っていた。そして二人で世界を救うために奔走した。でもそれは無駄だったんでしょう？全部がそうじゃない。真実は見つけた。俺たちは壮大な計画の一部にいるんだ。今の君では説明しても理解できない。計画に修正が必要だ。悪いが行かせてくれ。こっちでも大量殺人をやるつもり？一緒にこっちに来た4人をすでに殺してる。一緒に？いいや、俺は最終戦の前にセクターゼロに複製を取った。あそこで俺にできることはもうなかったからね。他の奴がどうなったかなんて知らない。井田君の話と違うわ。あいつか。何を言っても信じられない。25歳の君は言っていた。出会った頃から俺が好きだったと。君もそのはずだろ。道を開けてくれ。ダメよ。
痛くて大丈夫。そっか、夢か。あの廃墟での彼との、もうあの時のドキドキした感じ、夢なんかじゃない。もう一度理科室からあそこに行けるか試してみよう。彼を探すのよ。知ってる？うさみちゃん、レンジ君も休んでたの？そうよ、戦いに負けて逃げてた。大きな怪物に追いかけられて、確か一緒に逃げてたのはゴート先輩だわ。私、学校のうさみちゃんと同じ日で。もしかして、うさみちゃん、やっと起きた。そんなに寝れる？な、何？変な。ミワちゃん、おはよう。さっきのすっごく先生。あちゃ、うそうそ。うさみちゃん、やっ、そんなに寝れるの？レンジくんね。ミワ、おはよう。さっきすっごく先生。あちゃ、旅に出てた？た、ミワ子は体は大丈夫？クラベくん、夢の中のあの日、重郎、クラベくんだ。夢とは、クラベくん、なんだか。私？私、そっか、それならいいよ。私、赤い目。ところで、ほっとりし、男子とシャッ、突然が、夜中に目、ね、何かあったの？鍵がかかっ、どうやって、み、その、ち、よち、なっちゃんの発表。言うなっちゃ、ちょっと確か時間、予知無駄、2100、もう大丈夫。そっか、げ、今日理科室の、あそこ器具洗ったり、あ、せめてもう一人の当番、沢渡りか。よかった、お前とは趣味。今日、ミワちゃんなんだ。ミワ、おはよう。さっきのち、すっごい先生。あちゃ、知ってる？うさみちゃん、ミワ、理科室の掃除、そう、お願いがある。何するつもりか、薬品とかは。あ、違う違う、だ、ちゃんと戸締まりしておく、任せて。じゃあ私、ゴミ捨て。ミワちゃん、ありがとう。よし、確かこの辺りが何かある、絶対にある。ないじゃない。もう開け。正門証拠、上級管理屋。で、出た、本当に出た。あれ、なんだかわかん、前はこの後、連れてって
宙人死んじゃってるのかな。パソコンみたい。それに画面に映ってるのアルファベットだ。彼のことをドキドキする。一目笑われ、あ、足音が、誰かがこっちへ来る。どうしよう、宇宙人かな。426が撃ったのね。仕方ない、一時撤退か。また逃げるつもりか。俺から同じやり取りの、もう残されたち、俺と来てくれ。お願いだ、涼子。やめて、私を惑わせ。また会えた、好きな人がいたのね。誰だ。冬、一人か、どうしてここ。夢だったのか。でも夢だったみたい。ともかくここにいるのはまずい。元のセクターに戻る。仕方ない。
構遅くな。プリント持ってくって言ってたよね。美術室だっけ。うん。どうしたイオリ。え、そう、今日は美和子がレコード屋行きたい。アイドルの新譜だっけ。来た来た。お待たせ。そう、夏野ちゃんと会ったんだ。ちょっとバス来た。話は。待って乗ります。すっかり暗くなってる。付き合わせちゃっ、ごめんね。残念だ、レコード売り。3軒も回っ、ちょっと遅くなっちゃ。お父さん心配し、家に電話。そこに電話。うん。お父さん、私。うん。やっぱり心配してすぐ帰ってこいって。そりゃ電車の方が早。そういや最近がタコの不良を見るよね。遠回りしよ。遠。こら、君はどこの学校。夜遊びはいかんと。あん、おっさんだ。この辺を見回っとる。げ。悪ガキどもは鬼。補導された。その制服はもう夜8時だ。あのレコード探してて。そうな、女学生が夜の街をフラフラする理由はどうあれ感心できる。ごめんなさ。次は学校に連絡するぞ。さあすぐに帰りなさい。早く家に行く。私たち飛行少女なんで。嬉しい。急いでか。うん。あ、あ、あの人。どうしよう。こうなったら駅の方へ突きろ。おい、この出会い。よりのとじ。今からよ。まあ、ちょっと付き合えよ。いいとこに連れて。輪島、行け。お前、ま、悪さしとるんじゃなかろう。まだ一緒に行きたくなきゃ。ちくしょう。早く言え。駅前で待ち伏せて。こ
こんなところに無理やり警察に。やかましい。和島さんから黙ってき。おい、や。おらしょ、ナンパなんぞ縁のねえ男。そう思ってた。一目でおめえにはぐらつかされた。いけますよ、和島さん。こんなのはガラシ、仕方がない。その子たちを今すぐ消え。んだどこの格好つけか。ああ聞こえなかったのか。警告はしたぞ。あっ、ザキ。くオクシン。少々なまってる。いいのいくつかも。あ、でもたまたまだよ。嘘よ。騒ぎに気づいた。あ、二人とも。うさみちゃん、おまわり。こりゃうさみちゃん、急いで改札に。にほんとドジなんだから。でかっこいい男の人。それって本校。うん、どこの学生。何はともあれ、あとはおまわりさんに任せ。帰ろ帰ろ。どうし。何は、あとはおまわり。帰ろ帰ろ。どいおり、どこに。いや、ど怪物の夢。そう、大きな怪物。確か、学校、私、学校の2089年。確か、時間を、予知む、2100。確かに、よちむど、なっちゃんの花、UFO、なっちゃん。毎晩、夜中に、ね。彼は、もうに、私、振られ、ちゃんと彼、やつだな、この近くだ。あ、人違いで。ああ、見つか。あの人も。出てきたのか。私バカだな。俺といるとお前も黒服に狙う。黒服。俺はお分かったら帰れ。いいな。あ、そっちには。スカンクソ、こんな場所で銃。こうなったら。無茶。危ない。逃がさんぞ、せひ。こいつがお前の。違う。何やってんだ。お前は女子供も関係な。そういうの気に入ら。ステージ付近。こっちだ。乗れ。
いつも組織の人間のようだが知ってる顔か。いえ、暗くて。そうか。おい、しっかり捕まれ。はい。家はどこだ？送っていく。しかない。あなたのことが。あなたが好きです。なんだ突然。この時代の冗談か何。冗談なんか。あなたに東雲先輩というこんなこと迷惑。でもこの気持ち伝えておきたくて。何か感じる。涼子さんは親が留守がちで一人姉のように面倒を見てくれた。俺にとって感謝してるし幸せでいて、それだけだ。中学では告白されたのなんて小学校以来。先輩、君と俺色々因縁がある。俺が殺人犯だったら。そう、好きです。名前も知らない君が思いもよらないな。俺は関ヶ原エイ。関ヶ原エイ。まだ。はあ、もう家に帰れ。今後は勝手に俺こちらから連。